宇宙エースは、1965年5月8日から1966年4月28日まで、富士テレビ系列局で放送されていた、テレビアニメである。竜のコプロダクションと読売広告社の共同制作。前5には、竜のコプロダクションが初めて手掛けた、テレビアニメである。当時は、テレビのカラー放送があまり普及していなかったため、モノクロで制作された。 放送時間は、第1話から第48話までは毎週土曜18時15分から18時45分、第49話から第52話までは毎週木曜19時19時30分。平均視聴率は16.5%、最高視聴率は、第21話の23.5%。本作の放送と、並行して、吉田達夫による同名の漫画作品が、 少年ブックに連載されていた。人が住めなくなり、爆発資産したパールム星。パールム星人たちは宇宙船団を組んで脱出し、新しい星を探す旅に出た。高校中の宇宙船団からはぐれてしまい、21世紀の地球にやってきたパールム星人の王の息子、エースは平和を守るため、勇気と知恵とパールム星人としての特殊能力で、 悪人や怪物たちに立ち向かう。作品後半では、タツノコ博士が開発した講師ロケットシー・ホース号で、アサリたちと共に広大な宇宙空間に乗り出し、はぐれた父やパールム星の仲間を探しながら、悪の宇宙人オリオン星人などの強敵に立ち向かう、ストーリーとなった。パールム星人の体は、ゴム室の物質でできており、伸縮自在である。 その特徴に加え、空気中のエネルギーを集結させて、人差し指から円環状のエネルギー体、シルバーリングを発することも可能。シルバーリングは武器として敵に投げつけるほか、円に捕まったり、サーフボードのように上に乗って空を飛ぶことができる。さらに、危機に陥ると、額の部分から強力なエネルギーを持つプラチナ光線が発射され、敵を倒す。 パール無星人のエネルギー源をチューインガム状にしたガムを噛むことでエネルギーを補給する。これはスポンサーがカネボーハリスであったことに由来しており番組中に流される風船ガムのコマーシャルにもエースが登場していた。データは Google プレイで配信されている本作の動画リストからの参考。2002年に本作を収録した DVD ボックス全2巻が パイオニア LDC から発売された。第1巻は2002年6月25日に、第2巻は同年9月25日に発売。1966年には本作の輸出用カラー版、パイロットフィルムが制作されたが、これはタツノコプロではなく P プロダクションが制作したものである。当時はタツノコプロにカラーアニメ制作のノウハウがなかったため、同社からの依頼で、 ピープロが制作を代行した。ちなみにパイロットフィルムの内容自体は第1話をそのままカラーで作り直したものである。主人公のエースは1994年に発売された OVA タイム母艦王道復古やターマンタツノコン王国で同窓会だ頃にも出演している。エースは筆形アイテムのピカリングを手にし本作の主題歌 星の炎に、の導入部に合わせて登場するが、セリフはなく一言も喋らない。また、他のキャラクターが、カラーで登場する中、エースのみが、モノクロで登場し、トンズラーが彼を発見した際には、ゲゲ。あいつ白黒ですせと、驚きのセリフを発するなど、本作が、モノクロ作品であったことを、タツノコプロ自身がネタにしている。ありがとうございます。